すいません、またちょっと切れてましたね。すいません、すいません。あ、もったいる。ちょっとWi-Fi で繋いでたんでちょっとあれですね、僕んとこ、これここ1階のタバコ吸っていいテラス席なんですけど、室内禁煙でちょっと降りてきたんですよね。で、3階のネットに繋がってる感じなんでちょっと申し訳ない。まあまあまあそんな感じでですね、元から割と、睡眠時間も2時間とかいう世界でラオスに来たんで、バイクでブンブン走って、でその後ちょっとだけビール飲んだんですよね。そしたらもう瞬く間にもういつの間にか寝てたみたいな感じで、知らんうちに机で突っ伏して寝てて、でこれ冷房で寒いかんと思って、もうすぐそのまんまベッドに入った感じでしたね。いやまあそんな感じで起きたらこの時間という感じでした。あ、ゼムさんサワディです。というかまあラオスに来てるんでラオス風にしようかな。サバ ID です。ジェームズさんもうタイに来はったんかな、ひょっとして。昨日からタイだったのでは。で僕は今日のお昼じゃないな、午前何時なんだよ、11時50分やったかな、あ違う11時10分かのフライトで、さらにこのビエンチャンから北ラオスに飛んでいくことになります。まずはウアンナムターっていう町へ行くんですけど、まあ、あいにくのこの雨なんでルアンナムターがどうかっていうのが気になるところ。さあ、ちょっともう部屋戻ろうか。多分朝7時からなんかな、朝食が出てくるのがって言っても、僕昨日の残りのラオスご飯があるのでそれも食べたいしな、まあ、とりあえずそれ食べようか。あ、いるよやっぱり。ウェルカムタイランドですって言っても、俺自身がタイランドに今いないけど、そうかそうか。どうですタイは。楽しんでますか。いやいやいや、さあちょっと飯食おうかな。ってことはまずはセルカ棒を一旦に用意するか。ああ、7にいるんですか。おお、あれですね。じゃあ結構まあこの時間はね全然そうではないと思いますけど、結構にぎやかな感じじゃないんですか。
まあ、ちなみにちょっと窓開けたんで、まあ、これ3階のこう風景です。で前までね、あのそこの向かいにあるあのこれ学校なんやね、多分ね、この学校が建設中でうるさいっていう話もあったんですけど、もう僕泊まった時にはもう何にもなく、あの落ち着いた感じになってましたんでね、こっちは打って変わってだいぶ静かな感じです。でね、まあ、電気もつけていくんですけど、これ一個ずつねつけていかないかんっていうね、こういうとこもラオスらしいな、あの一斉に照明つけるとことかないんですよね。ちょっとファン回すか。ん？1では回らないの？3になって初めて回るこういうのもラオスらしいなそうか。でもあれですね、あの、まあ、7にいるというのは遊びもいろいろあってのことかな。まあ、でもそれにしてはだいぶ朝早い目覚めですね。あ、ちょっともう一本入れとこう。隣でお姉ちゃんそうか、そういう状況なんですか。ちょっと固定して片付けるか。あ、ちょっと待てよ。そうやな、これホテルにあれがないじゃないですか。ホテルにっていうか部屋にあのスプーンとかフォークとか箸とかがしまった。それ下でもらってくればよかった。いっか、もうこれは純ラオス風に手でいただくことにしますか。あ、ちょっと気になるのはあれですね、カオニャオ、あのもち米なんですけど、もち米がね冷蔵庫に入れてる状況でやばくカチカチになってるんじゃないかと、まあ、普通になってますよね。それはね、一人、あ、今回旅行一人ですよ。僕一人です。ちょっと嫁も仕事なので残念ながら来れてない状態。お、ちゃんとセパレートして入れてくれてるやん。これも普通に買ってきたみたいな状態になってる。素晴らしいな。ちょっと手洗ってくよ。ちょっと離れます。あ、戻ってきました。よし。ではでは。
スあれやのにな、さっき起きて電源充電してたの外して、で今タバコ吸いに来てこう帰ってきたって、それだけなのにもう電池 93% ってやばいな。そろそろって早すぎるけど、これ全部食うんか、全部食ったらええんか全部食ったらこれ朝食は多分無理やん。大丈夫なんだこれ。さあ気になってるのはね、カオニャオなんですよ。これなんですけど、これね、ラオスのカオニャオってすっごいうまい上に、いや本当にうまいんですよ。これもタイとかと比較にならないうまさなんですよ。まあ日本ともね、もう米がものすごいうまいんですよ、とにかく。なんですけど、これ竹かごに入ってたやつだから、ちょっと竹がくっついた。なんですけど、あのね、ラオスのカオニャオの一つのポイントは、山盛りね、こういうのが出てきたりして、お店でね、頼むと。で、それが結構長い間放置して冷めてもあんまカチカチにならないんですよ。あー、テンさんサバイディです、どうもです。で、それがどうなんかを知りたいっていうことだったんですけど、今手づかみしてみたんですけどね、こうやって。カオニャオです。そう、カオニャオです。なんですけど、まあ本当はね、これこっちから行くと太るってよく言われてますけど、とりあえず一口ちょっと行ってみましょう。やっぱ硬くなってないんですよ。もちろん炊きたての時よりは硬いですよ。冷蔵庫に入れてたんだよ。な、天さん、そういうことか。美味しいお米は冷めた時に差が出る。いや、ほんまにそうなんですよ。そういうことか。それでもう全部納得いった。あのね、カチカチになったりしてるとこ一つもないんですよ。やっぱりラオス米は最高っすね。うますぎる。甘みが増す。まあ置いといたら、そうなんですかね。あのちょっと起き抜けと、まああんまり日頃飲んでないのにビールも飲んだんで、ちょっと味覚が、いや、結構落ちてる気はするけども。あ、ガルダさんおはようございます。赤米じゃなくてこの、カオニャオですね。もち米です。いや、これほんまうまいな。いや、ちょっと米ばっかり食うのいかんね。これちょっと手づかみでいかせていただきます。あ、こっちも冷めてもうまい。やっぱラオスは飯は最高ですね。置いといた感じの味がほとんどせん。あ、日本米の場合は置いといたら甘みが増すということですか。あのねこれちょっと結構辛めに作ったラープ、これはアヒルなんですけど、ラーペですね。ラーペなんですけど、辛いのが、こう、口にわっと広がるんで、ちょっとしたこの、まあ、甘みはね、減って、
って、まあ、減ってないんかな、どうなんやろ、うん、炊きたてよりはやっぱりちょっと減ったような、まあ味覚音痴下に今なってるんですけど、あ、川田さんコンティニューコインありがとうございます。まあありがとうございました本当に。これ顔にゃを挟むと顔にゃがまたこうこの辛さを沈めて天国がやってきて、そしてこっちにまた辛さの天国がやってきてっていう、その往復をしてくださいという取り合わせですねこれ。うん、これはうまいわ。あ、ガイアン食べた。あれ、ちょっと待ってよ。テンさんは今2本じゃないんですか。タイ料理屋に行ったんかな、それともラオス料理を、あ、ラオスじゃない、日本料理として焼き鳥を食べた、どっちなんやろ。あ、それとも作ったとか。あ、ひょっとしてそれともそれとも、ちょっと待てよ、テンさんイコールジェームズさんとか、そんなことありえる、それ失礼かな。まあでもその謎解きは置いときましょう。いや、結構ほんま蘇るな。あ、でね、昨日の話なんですけど、まあせっかくバイクを借りて、でどっちみちもまあ午前中にも立ってしまわなければならないので、バイクをねあんまりこのビエンチャンでガンガン走らせるチャンスもないかなと思って、言ってもまたあれなんですけどね、18日こっち戻ってきて19日まで1日はもうまたビエンチャンにいるんですけどね、なんですけども、まああちこち走ってみて思ったんですけど、思いのほか本当に街が整備されてました。結構僕このまあ、これちょっと前にもお話したこともあるかもしれない話なんですけど、まあ、昨日はお話してたんですけどね、街角にこう警察がいっぱいいて、で今回聞いてみたところではどうもその僕はタイの免許証を持ってて、 ASEAN の協定でタイの免許を持ってたラオスでも免許なしで大丈夫っていうことらしいんですけど、とにかく外国人を見かけたらいかんぞと、これでは運転できんぞと言って金を取るっていう話がね結構出てきてるんですよ。レンタバイク屋の人もそうやし、このホテルのフロントの人も言ってたし、道路はね穴は結構やっぱりちょっとあります。やっぱタイよりはやっぱり多いですね。タイもまあ時々こうポコッと穴出てくるんですけど、バンコクもでもとりあえずそうですね、片道2車線ぐらいの幹線道路だとどれぐらいの割合かな、タイの2倍ぐらいある、あ、タイというかバンコクの2倍ぐらいあるかなっていう
感じです。でバンコクもそんなに本当に今多くないんで、穴はビエンチャンもそんなにこうやばいっていう感じはないですね。ただあれですよ、 Google マップで昨日僕次にね18日にこっちに戻ってきた時にあちこちどっかちょっと違う地域の違うホテルに泊まりたいなと思って、で僕あんまりああいうアゴダとかトリップバイザーとか見ただけで決めたくない派なんですね。で実地に回ってみたりもしてたんですけど、そんな中にアパート貸してるようなとことかもねあったんですよ。普通はマンスリーで貸すんですけど、デイリーユースで貸すよみたいなとこもとかもね見たりして、そういうところの道へ入っていくとやっぱりさすがにまだちょっと舗装されてない小道とかもありました。で舗装されてない小道はやっぱりそれがやばいのはやばいですよね。赤土の場合はもうジュルジュルしてるし、でまあ石がこう結構ゴロゴロしてる時はねやっぱりこう重心取りにくいしっていうので、まあやばいとこもありました。で結構雨季なんでね、やっぱこう水たまりとそうじゃないとことかこうボッコンボッコンしてるっていうのもあるのありました。でも昨日僕ほんと結構走ったつもりなんですけど、それでもそういうところに出会った回数がもう極端に低いですね。まあ当たり前みたいな話はしてしまいますけども、ちなみに僕初めてラオスに来たのが多分1998年、20年前ですね。まあ、えらい古い話でおっさんっぽい話になって申し訳ないんですけど、20年前に来た時はそもそもあれでした。市内にまあメコン川沿いから3本これが繁華街のメイン通りみたいなところがあるんですけど、その道の舗装自体がもうほとんどなくなってるみたいな状態でした。どっか昔にあったんでしょうけども、もうほぼなくなってるという状態で、もう あとはもうロシテシルベシですね。あとはもうものすごいことになってました。でレンタルバイクも僕が初めて借りた時にはまずスクーターがなかったんですよね。であれ2班かな、2班借りたんですけど、スターターのキックのところがエンジンこう踏み込むたんびに外れてしまうんですよね、カランカランと。でせっかくスターターか何回も踏んでかかったのに落ちてしまって、でまたそれはめようとしたらねどうにもならんみたいな、そんなことを繰り返しているようなレンタルバイクだったので、これも覚醒の観念ですね。ただ逆も言うと、あれ俺いつ見つけたんや、2000何年に来た時やったかな、まだ2010年になる前のことだったと思うんですけど、いや違うか、やっぱり2010年になる前かに来た時にメコン川のね、まあ、このもうビエンチャンといえばもう一番の名所はメコン川なんですけど、このメコン川の、河川敷が、まあ、出店みたいなのが出るような感じに作り直されてて、で堤の上がサイドウォークみたいにして歩けるようになって、まあ、遊歩道ですね、遊歩道になってて、もちろんねそれで綺麗になったし観光客も落ち着いて歩けるんですけど、まあそれとともに雰囲気がものすごい変わってしまい、当たり前ですけどね、変わってしまいましたね。前は堤がちょっと高くなって土の道が人の踏み分け道みたいにしてなってるところを屋台がポツポツっと並んでて、でそこで夕日を見ながら、ちょうどねラオス側から見ると
対側に夕日が落ちてくんですけどね、それ見ながらこう食事したりっていう感じだったんですけど、今それがもうびっしり並んでて、びっしり並ぶと当然ね、こっからここまでは自分とこの領域みたいな区分けになるじゃないですか。まあちょっとなんかね、お客さんそっちとテーブル違うよと言われて、ちょっと悲しい思いするんですよね。いやーでもほんと発展ぶりはすごかったですね。綺麗な街灯がザーッと並んでる一角とかがあったりもしてましたし、うわ夜でもこんなに電力使って電飾つけてるんかっていう、そんな印象を持ちました。ちょっとびっくりしました。でね、あとはあれですね、出かけた先で、ちょっと、結構ね、夜になって小雨がパラパラ来たり止んだりだったんですよ。で、一回ちょっと結構きつくなってきたなというところがあって、その時に、雨宿りに、空いてた店に入ったんですけど、そこでラオス人のお兄ちゃんとかが普通なかなかこう日本人とか、旅行客がねあんまり多分来なかった場所だと思うんですけど、注文取りに来た店員さんが韓国人ですかって言ってて、いや日本人ですよっていう話したら、日本語のね T シャツ着てて、その辺から僕ちょっと配信しようかなと思ったんですけど、雨が上がった隙にちょっとダッシュで帰りたいなと思って、急にやめますというのも失礼かなと思って、で配信しなかったんですけど、そこであの隣のテーブルのさっきのラオス人のお姉ちゃんたちがこうタイ語喋れるんかって話しに来て、でビールをここでごちそうになったんですけど、よく考えたらねバイク運転してる状態 でまあそれをね僕も言ったんですけど、一口飲んでから気づいて、あ、いかんと思って。でも、もうそんな夜になったら、警察来んからもうええんや、言われて。で、そこで結構飲まされました。結構こういうのラオスで多いですね。僕こういう流れ大好きなんですけど。しまった、あれもやっぱ配信回しときゃよかったと思ってね。って言ってもまあどうやろう、30分おったんかなあそこ。まあ30分はおったかやっぱり、っていうのがまあ顛末でした。で帰ってきたで今度はバイク、元から言われてたんですけど、バイク止めるとここのホテルの中のとこ今日は満車でって言われて、でここ止めに行けって言われたところ、場所全く分からずこう右行って左行くだけみたいなね話なのに、右行って左にそもそも曲がれないみたいな状態になってたりして、おいおいみたいな、一方通行やんけみたいなね。そんなことでちょっと一回切ってまた枠ちょっと変えます。